次のグループお願いします。面白い。やめてやめて、プラントやめて、プラントやめてって。5秒眠たそうな顔すんねん、お前。ひだだねって、これお目覚ましやれ、これ。どうぞ。お久しぶりです。ミクルさんの番組ノンタイトルシーズン3から来た大阪の村長や。今回塗り棒一択で言ってたんやけど、コミオいるじゃないですか。同じチームじゃないので、知ってますよね、ミクル君と溝口さん。起業家の番組でこいつ俺に手出したんですよ。もういいや、ほら逃げんなって、お前てめえ、そう逃げんなってんのはだよな。手出すなよ、お前は。んで、不意やから頭打って僕病院行ったんですよ。病院代3万5千僕払ってんすよ。因縁ある。3万5千あげるから帰ったら。いやじゃあこいつ一回殴られてるんで僕。じゃあ今スパーリングしたら。今いや、そのままどっちもいいっすよ。今やんの。今でしょ。自分が言ってきてるんですよね、はい、やりたいって、はい、じゃあ今米をやるって言ってるんで準備してください。わかりました。はい、米尾がついにオーディションで戦うなんて。絶対勝てよ、お前。俺に勝てると思ってるやろ。俺1年やってねえんだよ。はい、選手。米尾。はい。そうですね。どう、なんかハングリー精神思い出した？思い出しましたね。でも強くなってるじゃん、なんか。確かに。雷神いけるかも。やめてください。